登った登った登ったやべえやべえ住宅街に現れ器用にフェンスを乗り越えていくクマこれは昨日帯広市の住宅地に現れたクマの映像ですクマは体長およそ1.5メートル体重130キロほどのメスで帯広の中心部に近い市街地を歩き回りました初めに目撃されたのは午前7時ごろ JR 帯広駅から1.2キロほど離れた帯広小学校のグラウンドに入り込みました小学校の窓ガラス2枚を割るなどしおよそ4時間後猟友会のハンターに駆除されました熊はなぜ市街地に現れそのまま居座ったのでしょうか島民の場所への移動と島民の場所から今度は夏の間一緒 生活する場所への移動ということになる2年前に出た時もやっぱりこの時期でした12月の頭でしたので帯広市内では一昨年し12月にも熊の足跡や木の実を食べた痕跡が見つかりました近くには6つの小中学校があり児童生徒は見守り陶芸校をして警戒に当たりました今回の帯広市の素早い駆除について専門家は良い判断だったとしました 迅速に対処するとということそれからもう一つはとにかく人身に被害が及ばないようにするっていうことで今回のように、まあ、発見されてからその日のうちに対処ができたっていうのは非常にこうあの正しい判断だと私は思います。